快適に寝るためには、寝る時も空気清浄機を吸わなければなりま、直接吸えるようにすればいいのでは。今年も始まってしまいました。花粉症の季節、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は毎日痒くて辛すぎます。空気清浄機なしでは生きられません。もはや生命維持装置、寝室でも使っているのですが、これ1台では浄化しきれず、毎朝猛烈に目が痒く、鼻が詰まって頭痛まで。しかも今年の花粉は桁が違う。花粉予報で出る非常に多いは1平方センチメートルあたり花粉も10個以上を指すのですが、今年は生存するための策を練りましょう。昼間はマスクでなんとかなるけど、寝る時のマスクは苦しい。快適に寝るためには、寝る時も空気清浄機を吸わなければなりま、直接吸えるようにすればいいのでは。作成のイメージはこう。顔の周りに箱を置いて空間を作り、箱にダクトを刺して空気清浄機から空気を送り込めばいいわけです。まずダクトから作ります。本当は傘用のこういう袋が欲しかったけど、外は呪われた世界です。買いに出かけたら死にます。ということで、自宅にあるスーパーの袋を使ってダクトを自作します。袋を縦に半分に切って、切断面をハンダボテで溶かして溶接します。作り終わってからアイロンでやればよかったと気がつきました。一応くっつきました。これでいける。次に箱。でかい箱はこれしかなかった。頭を入れられるように側面を一つ切り取ります。ギャー、握力が。昔ぬいぐるみを作っていた頃の歯切れがあるので、これをカーテンにします。ダクトを差し込む穴を開けます。ダクトを取り付けます。一方、空気清浄機側はこんな形の取り付け口を作って、後ろの蓋で挟んで固定します。というわけで完成しました。名前は世紀末ボックスです。早速使ってみましょう。使ってみた感想ですが、絵面はともかく普通に花粉症の症状が治まり、鼻づまりがなくよく眠れます。症状の7割くらい軽減される感じ。朝、箱から出ると、すぐに鼻が痒くなりますので、箱の中は空気がきれいなんだと思います。内部にはそこそこ風が吹き込んでいます。浄化された空気が充満している感じ。また、天井にはスマホスタンドを設置してみました。YouTube を見ながら寝落ちできます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回作った世紀末ボックス、活用して生き延びたいと思います。春の呪いにお困りの皆様、ぜひ作ってみてください。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。